重たいもん。ガシャリンコ。じゃあ今日もよろしくお願いします。今日も充電ルーティンということでやっていきましょう。ここは90キロワットアワー、最高ね。これホンダ E のシート、なんか生地がね、いろいろ色が違うんですよ。で、今日ね、実は家具屋さんに行ってまして、ほら、こんな生地、サンプルもらってきました。これ、ホンダ E のね、生地も結構おしゃれで、結構ね、色をほら、いろいろ貼り分けてるんですよ。これ、ヘリンボーンね。これ、ホンダ E の木目、これが近いかな。これか？いや、ちょっと薄いな。うん。これは、ほら、阪急電車みたいな。阪急電車になる？これ貼ったら。はい。というわけで、サンプルいっぱいもらったんですけど、これお願いします。閉まってください。すいません。隣のプリウスも出るとこでしたね。結構、ね、充電最近する人多いですよね。プリウスの PHEV。いや、完全にね、EV でなくても、私はいいと思います。全然ね。PHEV とか、やっぱ最高じゃないですかね。ただね、この EV カーに乗ってしまうと、この乗り味っていうのがね、やっぱ内燃式のガソリンエンジンとはちょっと格段に違うっていう。まあこれ一度乗ってしまうとなかなか戻れなくなっちゃう人は多いんじゃないでしょうか。どうでしょうか。さっきね、15% でした。で、急速充電で、まあ30分で 66% なので、何%引き算でき。なんかね、最近充電が良くなってきてます。急速充電じゃなくて、200V でもちょっと溜まり方がね、なんか良くなってきてるなと思ってたんですけど、今だいぶね、暖かくなってきたんですかね。今13度です、外が。もしくは、電池が慣れてきたみたいな、そんなんあるかな。なんか最近ちょっと溜まり良くない？そんな気せえへん？せえへんの？これなんでなんでしょうね。日によってちょっと違うっていう不思議な感じ。あ、それか、あれか、だいぶほら、走ってきたやんか。さっきね、大阪の、富士ファニチャーっていう家具屋さんのショールームに行ってました。そっからここまで戻ってきたので、ひょっとしたらこの電池が温まってるとかそういうのあるんかな。ね。これ確か水冷式なんですよ、この車。水冷式で、バッテリーの周りを温度調整してるらしいんですよね。温めたり冷ましたりすることができるらしいんです。なので、それで温度調整が、バッテリーの温度がひょっとして充電に適した温度になってたのかもしれないですね。それで溜まりが良かったんかな。それにしても、ね、結構今日は溜まった方だなと思います。まあ30分で90キロワットアワーで、まあ 50% 溜まるといった感じですよね。もっと溜まる時もあるんかな、ひょっとしたら。夏場とかもっと溜まるかもしれないですね、ひょっとしたら。で、今はね、もう雨が降ってきたんですけど、車をね、洗いたくて、ずっとそのままにしてるという。その鳩糞も食らってるんでね、ちょっとさすがに、シアクラスターゼロドロップ。これね、コストコで買ってきました。これ、なんか、ワックスみたいなやつ、今のね、スプレーシュシュシュってするだけで、なんかいい感じのやつらしいのでやってみようと思います。まあカーコーティングしろよっていう話もあるんですけどね。まああれちょっと企業案件が来たらぜひともよろしくお願いします。結構するからな、あれ5、6万するんちゃうかな。このね、小型車でそれぐらいしたと思います。もっと大きいのだとね、なんかいいやつとかになるともう10万超えとかしちゃうんで。全塗装色全塗装色対応ガラス系ナノコーティング。あ、これガラス系ナノコーティングなんや。なんか意外といいかもしれないです。コストコで売ってるのってね、結構、なんか、
ね、いいやつ売ってるんで、おー、今の GR ヤリスや、すっげー。GR ヤリスもね、なかなかですよね。あれもね、確か400万ぐらいしたんじゃないですか。あんなコンパクトカーなのに。ただあれでどこ走るんだっていう問題もあるけど、サーキット場とかね、行ければいいですけどね。喋ることないから、SNS の広告をします。私、TikTok、Twitter、Facebook ほとんどしない。まあ、インスタもしてますので、皆さん、どうかフォローをね、よろしくお願いします。下の概要欄に貼ってます。Twitter がね、もうめっちゃ Twitter しますんで、できたら Twitter のフォローが一番皆さん、ね、速報を見てもらいますので、チェック、よろしくお願いします。当たってんねんけど、これコストコで買ってきたやつな。3つも入ってんのか、すごいな。すごいふわふわ。これやったら傷つかへんやろ。これね、これグレー結構汚れ目立たないんですけど、これ結構ね、今黄砂かぶっちゃってます。はい、ハトフンはね、こうやって一回ふやかしときましょう。これね、私の本題、これ天井はガラスなんで大丈夫なんですけど、このボディをね、酸化して溶かすらしいんで、もしハトフン見つけたらすぐ皆さん取ってくださいね。ほいじゃあこれやっていくわ。ジアラスターゼロドロップ、これね、企業案件じゃないです。私普通に買いました。これ50センチ四方でスプレーしていく感じ。濡れたボディでもええやな。こんな感じか。これほとんど、かかってる、これガラスもええんかな。ガラスもやってええんかな。こんな感じ。あ、なんか風で流れていく。このまま行くと、ここにボディに当たっちゃうんで。あれこれプラスチックのとこもええんかな、これ。これ何、ガラコやってくれたん。ここもガラコしてくれんの。そんな強く塗り込まなかったの。あ、そうなの。どうよ、気になっとるんちゃう。めっちゃピカピカになってきたわ。これね、力入れすぎると傷になっちゃうんで、撫でるように拭いてます。で、本題いいね。ここほら、シール貼ってるんですよね。結構石跳ねがするみたいです。うぅ、かっこいい。うぅ、はい、内側から拭いてくれてます。あ、これガラコ天井やってくれてます。いいね、これええかもしれん。めっちゃ綺麗になってる。これガラスコーティングらしいですね。全塗装色いけると。ナノコーティングやから、まああんまりね、こうさわーっと、あ、結構ムラなく素人でも綺麗にいけましたね。これなんでこんな甘い匂いするんやろな、なんか甘いというか、なんやろ、何の匂いやろな。この雑巾、これね、キーパーコーティングさんで買ってきたやつです。かなり、きめ細かなやつですね。ほい。はい。結構ね、本題ってほら、こういう、この辺、これガラスかな？塗装かな？この、ほら、この A ピラー？この A ピラーね、実は、NSX と同じ塗装がされてるらしいです。ボンネットこんな感じで開きます。すごない？これ。ここね、ほら、こんな分厚い、ね？ボンネット。こんなんなんですよ。すごいクリアランスが、こう、不思議な開き方します。こうな、すごいでしょ？ほら、こうなりーの、こうなりーの。
で、中はこんな感じですね。まあ、当たり前なんですけど、前にエンジンはないです。後ろにモーターがある感じですよね。うわ、結構びしょびしょになる。なんか、こういうところもちゃんと拭きたいな。やっぱね、ワックスすると、この拭き残しの方が気になるんでね。あんまりね、ワックス私かけたくないんですけど、こういうガラスコーティングだったらね、すごい、なんか楽ちんで、拭き取りも簡単。結構これ電気自動車なんですけど、水浸しっていうね。すごい。これ拭いちゃってええんかな。こうバッテリーとか、結構水がかかってる。オレンジ色のところが、本当にね、やばいやつらしいです。電気がね、走るんで。これ、あんまり素人がいじっちゃうと感電するんで、絶対触らない方がいいと思います。こんな感じ。これ、開けたまま閉じれるんかな。どうだ？あ、いける。あ、いける。ほら、いけるよ。初めてマット外しました。こんなマット。なんか、フレームナンバーっていうの発見。ででーん。モザイクかけてるけどね。すごい、こんなとこにフレームナンバーがありましたね。みんな知ってた？本題ピカピカになりましたね。もう夕日が当たって綺麗ですよね。これちょっと一回撥水テストしてみたかったな。これもほら雲がね、空が映り込んでます。めっちゃ綺麗わ。本題では、お買い物行って帰ります。